競争心、ライバル心って必要ですか？今最も悩んでいることです。自分の性格上、周りに負けたくないって気持ちが働ってしまって、他の方が描いたイラストを見て嫉妬したり、なんでうまく描けないんだろうと病んでしまったりました。どうすればよいのでしょうか、ということで、競争心、ライバル心って必要ですか、という話ですね。これを考えていきたいと思います。まあ、ライバル心ですね。これに関しては結論から言うと、あった方が上達やら成長やらに大いに貢献してくれると思います。やっぱりライバルがいることで競争心っていうのが生まれますよね。そしてですね、その競争心が強ければ強いほど負けたくないって気持ちが働きますからね。そうすることで、あの人にだけは勝ちたいとか負けたくないってことですね。成果を残しやすくなるんですね。俗に言うレッドクイーン効果ってやつです。この質問者さんも周りに負けたくないっていう気持ちは強いようです。ただ他の方が描いたイラストを見て嫉妬したり病んでしまったりするということですよね。嫉妬心っていうのは、裏を返すと今自分が一番欲しいものの現れなんで、なるほど、自分はこれに嫉妬している、つまり自分は本当はこういう風になりたいんだ、この人みたいになりたいんだっていうことが理解するためのいいツールなんで、その嫉妬心みたいなものはうまく自分のために使ってみるといいと思います。ただですね、ここでライバル心について注意が必要なことがありまして、まあ頑張れば勝てると思えるぐらいのライバルを作るってことが実は大事だっていう話です。なのでですね、あんまり自分よりレベルが高すぎるとか、かけ離れてる人を相手にしてしまうと、その人をね、意識しすぎて自分に見合わない練習とか、高すぎる課題を自分に押し付ける羽目になってしまうと、そういうことが続くと、ああ、もう自分にはちょっと無理だなっていう風にね、考えてしまうというわけなんですよ。そうすると、やっぱりね、諦めるということを学習してしまうことになるので、ここは注意して、おきたいところなんですよ。この諦めを学習してしまうことで、全く努力をしなくなってしまうので、それはぜひ避けたいところですよね。なので、まずは自分のレベルを見極めて、自分に合ったレベルのライバルを見つけるってことをしていただきたいと思います。僕もね、極力そういう風にしています。やっぱりそういうライバルがいることによっていい刺激になるしね、その人がなんかいい感じのことを始めたら、やっぱりそれによって自分も刺激されて、僕もなんかしなきゃなみたいな感じで思ったりもするわけですよ。まあそれによって悩むこともありますが、それでね、実力が拮抗していれば負けたくないって気持ちによって成果を残すことができるかもしれませんので、そういう風に考えてみてはいかがでしょうか。なんで自分が病んでしまうような相手は相手にしないってことですね。ということで、どういう人をライバルに置くかってことが大切になってくるんで、その辺を一考してみるといいかもしれません。まあ、まとめるとですね、ライバルについては基本的には競争心っていうのはすごく成長には大事で、負けたくないって気持ちがやっぱり成果を残しやすくするので、これをレッドクイーン効果というというお話をしましたけど、ライバルがいるってことはモチベーションが上がったりとか、とってもいい効果があるので、それはそれでいいのですが、注意事項としましてはですね、自分が頑張れば勝てると思えるような人をそばに置くってことが大事だっていうことです。レベルが高すぎる相手だと、その人がやってるのと同じようなことをこなそうと思っても自分にはとっても難しいと思ってしまってね、やっぱり諦めを学習してしまう、結果努力しなくなるという負の方向に進んでしまう可能性があるのでね。なのでまずは自分にとってレベルの近い人を近くに置くってことを心がけてください。ということで、この方の質問にはこんな感じで答えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。